皆さん自衛隊法を改正しなければなりません北朝鮮は日本人を拉致し日本海の排他的経済水域 EEZ 内で海軍を伴って漁船が不法操業しています中国共産党は尖閣諸島周辺の日本の領海を彼らの 漁船のみならず、中国共産党の後船まで堂々と侵犯、侵略しています。さらに、中国共産党は尖閣諸島、沖縄本島までもが自国の領土だと言い張っています。そして尖閣諸島を侵略するための軍隊まで組織し訓練をしています。大韓民国 韓国は竹島を軍事占領し歴代政権は歴史を捏造していますロシアは北方領土を軍事占領し今日に至っています日本の自主独立自主防衛のため自衛隊法を改正し自衛隊を武力による威嚇と 武力のの行使ができる正規の軍隊にしななければなりません自衛隊法改正には必要な憲法成分の解釈変更を閣議決定し自衛隊改正法案を内閣が国会に提出し衆議院で過半数の賛成を得て可決です。ここで 日本国憲法成分を改正する必要は全くありません。自衛隊法改正の最大の障害が戦後保守です。自由民主党です。反日や左翼などと言われている方々の数など、ごく少数です。左翼のみならず、右翼と称する方々も、 日本を真正面から受け止めないで GHQ の占領政策から抜け出せないでいます敗戦利得者も健在です皆さん自衛隊法を改正しなければなりません